東京獣正電は、著作、小自宅、イラスト、ケツが悟るによる小説作品。そのラマ文庫から全13巻の文庫本が発売されており、ドラマ CD と OVA が発売されている。人間界、魔界、旋界に分かれた世界が舞台。400年前、人間界と魔界を支配しようとしていた魔界の王、現世魔王が現代に復活しようとしている世界。 人間界は、現世魔王の手下、京馬に脅かされていた。そんな中、京馬と戦う、者たちがいた。東馬氏と呼ばれる彼らは、かつて現世魔王を封印した、十優勝の生まれ変わりであった。1999年に、第一期である、東京十昇伝が、2001年に、第二期である、東京十昇伝風魔五行伝賞が発売され、それぞれスタッフが異なる。 第2期はドラマ CD 東京重小伝魔王の心臓とストーリーがつながっており、それを聞かないと細かい部分がわからないようになっている。また、第2期はそのドラマ CD のストーリーをダイジェストにして映像化したものが冒頭で流れ、双葉のナレーションで軽く説明が入り、ストーリーに入ってく内容になっている。本作を元にしたドラマ CD で、 1999年6月23日に発売された。本作を元にしたドラマ CD で、前編は2000年9月22日に発売され、同年10月25日に後編が発売された。主題歌10と双葉、心がラジオ形式でメインパーソナリティを務め、アニメやドラマ CD の内容について触れていく内容の CD。破ンや楓、 原作者の正治拓も登場している2001年7月10日に発売された東京重商電風魔五行伝承に関するカテゴリーありがとうございます。